DVD はワイドスクリーーン表示をサポートしています。アスペクト比16対9で撮影された映像は水平方向に押しつぶされ4対3の比率でディスクに記録されます再生中は逆に水平方向が引き伸ばされ正しいアスペクト比で表示されます この4対3の比率に押しつぶされた画像をアナモフィック画像と呼びますファイナルカットプロを使用すればアナモフィック画像の取り込みから編集エンコードまでの作業を行うことができますファイルメニューから書き出しクイックタイムを選択形式から MPEG2 を選んで オプションをクリックしてください。ビデオオプションで16対9をチェックします。ビットレートやその他のオプションを設定して、OK ボタン、保存先、ファイル名を指定したら、 保存ボタンでタンコードを行います。DVD スタジオプロを起動して」。 アセットコンテナにビデオオーディオを読み込みますトラックを追加してインスペクターでアセットに16対9でエンコードしたファイルを指定しますディスプレイモードのリストから4対3のモニターで表示するときの方法を指定してください16対9レターボックスを選んでみます 4対3でプレビューしてみましょう。16対9パンスキャンに変更してみると、画面の左右が切り取られて表示されます。 DVD では1つのトラックあたり9本のビデオストリームを含むことができます再生中にリモコンのアングルキーで切り替えることができますマルチアングル用の素材はすべて同じ長さで作成し同じ解像度とフレームレートを使用してくださいこのほか マルチアングルトラックでは、アングル数によって。最大ビットレートが変わりますので、注意してください。素材の準備ができたら、DVD スタジオプロでトラックを追加します。メインとなるビデオとオーディオを設定します。アセットはコンテナから、ドラッグアンドドロップで登録することもできます。 トラックのアングルアイコンをクリックして、アングルコンテナを開きます。アイテムメニューから、ニューアングルを選んで、アングルを追加します。コンテナでアングルを選択して、プロパティインスペクターで名前をつけておきましょう。アセットで二つ目のアングルを指定します。 三つ目のアングルも追加してみましょう。名前とアセットを設定します。プレビューしてみましょう。 ンボタンをククリッすすると画像が切りり替わりますウィンドウ上部にあるアングルインジケーターには今再生しているアングルが表示されますトラックには ビデオアセットと1つ目のオーディオアセットが設定済みですオーディオアイコンをクリックしてオオーーディオストリームコンテナを開きます。アイテムメニューから「ニューオーディオストリーム」を選んで追加したストリームを選択しますもう一つ追加しておきましょう プレビューします。オーディオボタンをクリックすると音声が切り替わります。ウィンドウ上部にあるオーディオインジケーターには、 今再生しているオーディオが表示されます。複数のオーディオストリームを追加する場合は、最大転送ビットレートを超えないよう注意してください。サブタイトルエディターを使えば、簡単に字幕ストリームを作成できます。 プロジェクトセッティングダイアログボックスが開きますセレクトプロジェクトムービーをクリックして字幕を入れるムービーを選択します事前にクイックタイムと互換性のあるムービーを用意しておきますこのムービーは直接プロジェクトに使用するものではありません低解像度のもので十分です DVD ビデオサイズからは NTSC ですね。サブタイトルセッティングでは字幕を表示する領域を指定します0に設定すると画面のどこにでも字幕を配置できます通常は上が400そのほかは25くらいに設定しますこの設定では画面の下に12行の字幕を配置できます レンダリングオプションをクリックします。字幕のシャドウやエッジの設定を行います。カラーで色を選択します。シャドウを選択すると、オフセットで投影する位置の調整ができます。ボーダーを選択した場合は、字幕のエッジの太さを設定してください。 プレビューウィンドウカラーでは、ウィンドウの背景色を指定できます。これは、作成する字幕には影響しません。OK をクリックすると、サブタイトルエディターが開きます。プレビューウィンドウでコントローラーを使用して、字幕の開始点を探します。事前にタイムコードが分かっている場合は、 左上のタイムコードボックスに直接入力することもできます。サブタイトルウィンドウで、ニューボタンをクリックします。この三角をクリックするか、ここをダブルクリックしてください。テキストを入力します。 上にあるボタタンをを使ってスタイルを設定します。プレビューウィンドウで字幕を消すポイントを探してサブタイトルメニューからセットアウトポイントを選択します。 タイムコードが分かっている場合は、サブタイトルウィンドウでアウトに直接入力することもできますこの鍵のアイコンをクリックするとインアウトのタイムコードをロックできます作成した字幕を DVD スタジオプロで使用できるように字幕ストリームにコンパイルしますファイルメニューから、 コンパイルプロジェクトを選びます。保存先とファイル名を指定して、保存をクリックします。プロジェクト自体も保存しておきましょう。作成した字幕ストリームは、アセットコンテナに読み込んでおきます。 コンテナからトラックにドラッグして字幕ストリームを追加します。プレビューしてみましょう。 モーションメニューでは、静止画の代わりに背景にビデオを使用します。事前にファイナルカットプロなどのビデオ編集ソフトで素材を用意します。完成したら、MPEG2 にエンコードしてください。この他に、各ボタンの選択表示に使用する オーバーレイ用の静止画を用意します。二つの素材をアセットコンテナに読み込みます。アットメニューボタンでメニューを追加します。名前を付けておきましょう。プロパティインスペクターのアセットから作成したビデオファイルを指定します。 タイムアウトエリアのループをオンにするとどれかボタンが押されるまでメニューが繰り返し再生されますボタンハイライトエリアでオーバーレイピクチャーからオーバーレイ用の静止画を指定してくださいセレクテッドセット1から黄色を選択不透明度を86%に指定しました アクティペイテッドセット1では赤を選択こちらは93%にしましたメニューのサムネイルをダブルクリックしてメニューエディターを開いてくださいボタンを設定しますボタンメニューから ショーセレクテッドハイライツを選ぶと、オーバーレイ状態を確認できます。ショアクティベイテッドハイライツでは、ボタンが押された時の状態を確認できます。その他のボタンも、静止画メニューの時と同じ方法で作成してください。 プレビューししてみましょう。オーディオサラウンド素材を用意するにはサラウンド対応のレコーディングスタジオや MA 室などで素材を作成します5.1チャンネルのサウンドを作りたい場合は ご覧の六つのチャンネルごとにトラックを完成させてください。出来上がったトラックは、ご覧のようなフォーマットでファイル化します。フォーマットにもよりますが、各トラックごとにファイル化するか、マルチチャンネルでファイル化してください。a パックを起動します。オーディオコーディングモードから、 フロント三、リア二を選択して。イネーブルローフリケンシーエフェクツのチェックを確認します。データレートを設定します。チャンネルごとにファイル化した場合は、それぞれのファイルを所定の入力チャンネルまでドラッグしてください。 マルチチャンネルで作成した場合は入力チャンネルにファイルをドラッグしてダイアログボックスでチャンネルを選んでください設定が終了したらエンコードボタンをクリックします保存先とファイル名を指定して保存ボタンでエンコードが始まります プロジェクトにウェブリンクを追加してみましょう。メニューを追加して名前を入力します。背景に指定する静止画を配置します。インスペクターのアクセスエリアでアクセスタイプを URL に変更します。 アクセスネームと URL を指定してください。メニューエディターを開いて、デフォルトのボタンを画面全体に広げます。ジャンプ先を、 メインメニューに指定しましまた。メメインメニューではボタンの一つからウェブリンクメニューへジャンプさせていますプレビューしてみましょうジャンプすると自動的にブラウザーが立ち上がり 指定した URL のページが表示されますブラウザーを閉じたらそのままリモコンのエンターボタンを押してくださいメメインメニューに戻ります。プロジェクトに Web アクセスを使用すると最後にディスクを構築したときに DVD アクセスフォルダーが作成されます コンピューターの種類によっては、ウェブアクセスを機能させるために、ここからインストールを行う必要があります。